4歳の時、難病と分かった翔太くん、ドナーから提供を受け元気になりました。そして始球式にも挑戦。骨髄移植から8年、高校生になった今も野球を頑張っています。助かる命を助けよう。ドナー登録ご協力をお願いします。